6時の体操天気。いやー、BS 藤岡のコーナーです。こら、こら、こら、こら。よしなさい、そこはよしなさいってね。BS 藤岡は普通に収録ものをやってなさい。いやー、びっくりしましたね。朝ダッシュも朝ナッシュか、朝ナッシュも。いや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 、ちょっと攻めてますね、モーニング攻めてますね。はい、あの、僕知らなかったんかって来てますけど、あの、僕に確認ないですから。僕の確認があったのは朝5時からにしますって確認だけですからね。それ以降の確認は、あれ、いつ来るのかなと思ったら当日始まってましたからね。はい、さあ、それでは続いて参りましょう。23日木曜日のコーヒータイムから届いております。それではご覧ください、どうぞ。それではここからは予報センターとお天気確認していきましょう。予報センター村上さん。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして、白井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あのですね、はい、はじめましてで挨拶したばかりで大変申し訳ないんですけども、はい、先ほどオフィスでですね、はい、寝頃さんがいらっしゃいまして。寝頃さんがですね、はい、あの、日曜日のナイトをご覧いただけましたか？あの、名場面、名場面です。はい、はい、見ました。私も大賞いただいたミデアルなんですけども。それも見てましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、寝頃さんもですね、結構ね、グイグイな感じだったんですけど、その話をさっきしてたんですね。そしたらもうずっとずっとですよ、ずっと川村さん、川村さんがね、川村さんがねって言うんですよ。え、寝頃さんがですか？はい、あの、私に洗脳させようとしてて、村上さんなのに。あのね、川村さんがねってずっと言うんですよ。だからやめてくださいって言っちゃうから、やめてくださいって言ってるのに。いや、なんかもうチャットでも、あの日以来、村上という人と川村という人がどっちが多いのかなって結構気にしていつも見てるんですけど、多分川村の方が多いんじゃないかなって思ってます。本当ですか？もうね、全然反省してないですね。あの、私がデビューする前にですね、はい、あの、テストで最後の見極めで、うん、はい、一通りアップデートとかついちょっとやってみようっていうところで、カンタロウさんがですね。カンタロウさんですか？キャスターさん役やってくださったんですけど、うん、怒られるかなこれ。大丈夫ですよ、全然全然大丈夫ですよ。本当に、あの、じゃあテストやってみましょうか、投資をやってみましょうかって一発目に、うん、はいはい、それでは予報センターの楠田さんって言われました。違う、普通に普通に言っちゃってた。いや、本当失礼な話ですよね、あの、ネゴカンタロウは。うん、あの、カンタロウの現場には僕もいまして、はい、あの、予報センターの出演 の、 あのトレーニングっていうのがあるんですよ。で、あの、喋るトレーニングで、あの、ポイントポイントをしっかりと、ね、あの、話せるようにっていうのをやってて、で、それの最後の日ですよね。で、もうこの日 OK だったら、じゃあもう次の日からやりましょう、でも実はもうシフトを組んでやりますみたいなことを吉野が言ってて、隣で。で、じゃあハンガーアウトで、あの、上と、あの、要は予報センターと2階のスタジオっていうのをやってて、で、その時にたまたま、あの、僕がやってたんですけど、たまたまカンタロウがいて、でカンタロウも、あの、まあ、キャスター、あの、経験が長いので、じゃあキャスター役でカンタロウやってって言って、でやって、はい、じゃあそれでは予報センター、草田さんって言った瞬間、みんな、あれ、何、え、草田みたいな感じになって、 場がね、わーってなって、
まあ、それまで結構緊張してたんですけど、ね、まあ、村上の緊張も取れてうまくいったというお話ですっていうのを勘太郎にツイートで言ったら、あれ僕覚えてないっすわと返信が来ましたよ。あ、もうこういうやつだと、もう本当にこういうやつだなと思ってはい、さあそれでは続いてまいりましょうか。23日木曜日のムーンから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。あと何でしたっけ、早口言葉のコーナーが朝あるんですよね。確か毎日予報センターから今日のお天気がこんなですよっていうメッセージシートっていうものが配られるんですが、そこにあるタイトルを早口で読むっていうコーナーが朝できたようです。っていうことは今日は北東日本強まる雨風に警戒、西日本傘の置き忘れに注意を3回言うんですか、言っている。で、私もちょっと頭の中で試してみようと思って明日の分をやってみます。じゃあ明日の分3回いきます。金曜日は寒さもプレミアム、北海道は局地的なドカ雪に警戒ダメだ、なんで難しいのもう一回やろちょっと待ってくださいね寒さもプレミアム、北海道は局地的なドカ雪に警戒、ピンヨーベルニョニョちゃんなんだ今のは、イメージでは上手にできてたんですあ、これね、あれは計算ですからね、言っときますけど本当は言えるんですよ、全部本当は全部言えるんですけど、オンエア上ではできない。もちろんですよ、もう裏では言ってますからね、バン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 トレーニングしてますからさすがですよね、ああいうごまかし方ね、うん、はいさあそれでは続いてまいりましょう。24日金曜日ナイトから届いております。お、なんだこれ、それではご覧ください、どうぞ。あれ UFO? UFO じゃね、庭さんじゃね、今日庭さん来んじゃね、ということでお次は庭さんの登場です。よりちみの動物大地キーでした。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、今のなんだ、どうしたんだ、映すなら映すどうしたんだ、びっくりした今の、いやもう全然意味が分かんないです、意図も分かんないし、本当にね、庭はね、予測ができないですからね、あいつの行動は。はい、さあそれではあと本日あと3本あるんですよ、なんでちょっとごめんなさい、ちょっと時間オーバーしますけれども、いきましょう。それでは26日日曜日のモーニングから届いております。それではご覧ください、どうぞ。ああもう、そう、入りは穏やか、入りは穏やか、入りは穏やか、そう、入りはね、緩やかですね。バージョン1の方が好き、うん、あ、バージョン1の方が好き、バージョン1、じゃあバージョン1でお天気お伝えしていきたいと思います。ではここからアイコンでお天気見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。今日は広い範囲で雨具が活躍します。まずは西日本です こらこらこら喋れなくなってるの、すごい。那覇は那覇は
どうした那覇は。ビエズル自白がまずいまずいまずい。ちょっとちょっとちょっと、もうすっごいスタッフさんが笑ってるんですよ。もうすっごい笑ってて、もうってなりました。でも大丈夫です、大丈夫です。行きます。 BS 筋流れてるよ、はい、ではアイコン見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。今日は広い範囲で雨具が活躍します。これモーニングだよ、これモーニングかよ。もうなんかムーンかナイトでいいんじゃねえかって企画じゃねえかこれ。モーニングの企画じゃねえよ。チャットがもうないんだよ。ああ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 ってなってたじゃん。これはもうね、もう謝罪ですよ、謝罪。あのフジテレビさんに申し訳ございませんって謝罪してきますわ、はい。覚悟決まりました。さあそれではそれでは行きましょうか。続いて、2月26日日曜日のサンシャインから届いております。それではご覧ください、どうぞ。また来たこれ、また来たよ。こんにちは、ストライブサンシャインです。外中継から帰ってきました。あら、飛びましたね。よかった、変なことしてなくて。ちゃんとちゃんとカメラ見てましたね。当たり前だっつうの、ここで変なことしないってね。いやこれはね、あの同じようなのがね、先ほどもありましたけれど、それ以上に良かったですね。あのチラッて横、チラッて横見たのが良かったです、うん、素晴らしい、はい、ありがとうございます。さあ本日最後になります。26日日曜日のコーヒータイムから届いております。それではご覧ください、どうぞ。なんかもうちょっとこう名字でまたいじられるのかなとか思ってきたんですけど、すごい名字についてはすごいニコニコ生放送の方からたくさんいただいてましたよね。本当ですよね、もうどれが本当の名字か分かんなくなってきたんですけど。アップデートの時やばいやばい、ちょっとなんか違う名字があったよね。まああの名字に関係してですね、あの、はいはい、親から連絡が来まして。親そうなんですよ、あの出るって何日に出るっていうのは言ってなかった日だったんですけど、はいはい、その後にメールが来まして、なんか今日も出てたね川村さんって来たんですよ。ちょっと待ってみたいな。私が川村だったらあなたも川村だよみたいな。もう解明しちゃった。川村にした方がいいんですかね。ダメですよ、ダメですよ。このまま行きましょう。上村さんですからね。上村さん。上村さん間違った、村上さん。あーもうめちゃくちゃになってきちゃったよ。上村さん、上村です。なんで分かんなくなった。本当ですよね、なんか村と上と川と山。なんか知り合いに上村さんがいるのですごいなんか混ざっちゃって。村上さん、この今後は間違えません。いやまさかの親が参戦してきました。いいノリ、すごいノリですね。はい、ということで本日の名場面終了いたしました。さあ大賞をサクッと決めていきましょう。いやどれですか。今週、今週どれだ、どれなんだ。ああ、なってきてるな。やっぱあれは入るよね。
26日日曜日のモーニングですね。はい、朝の足これ誰だ、青木だろどうせあんなことやってんのは。もうじゃあまず1本目は朝ナッシュね。はい、で2本目は、2本目あ、上村さん来るかい、上村さんにしとこうか。今週また新しい名前になっちゃったよ川村さんじゃなくなっちゃってる人はもう上村さんで、はい、じゃあ上村さん1個入れますね。はい、はい、3本目参りましょうか。今日はちょっとまあ本数が多かったからな。今んとこ多いのが丹羽さん、直子、キャスクジぐらいな感じなんですよね。数が分かんなくなってきましたね。もうあと2本、あと2本ですよね、あと2本。カンタロウの巣っていうのも来てんな。あれはひどかったね本当にね。あれはひどかった。うわもうバラバラになってきちゃった。人で言うと松雪と、角田って感じかな。庭を入れてもしょうがなそうだからねはい、じゃあキャスクジと、キョトン角田で、はい、その4択でいきましょう庭はだってどうせも落ちるからね庭ちゃんはね、はい、いやないのかよってYouTube で見てじゃあ思う存分、はい、キョトン角田はどっちかっつったら後半の方です。さあ、じゃあ準備ができ次第投票開始したいと思います。ニコン生出ました1番あ2番河村さん、あ違う違う、え上村さんだ上村、はい、3番キャスクジ、4番キョトン、はい、モーニングモーニング、しかも BS 富士枠はもうやばいっすよ。なぜなんこうモーニング、一発目ですからね、あの最初の30分のコーナーでしょ。おかしいな、最初から飛ばしすぎる必要ないと思うんだけどな、全部6時台に持ってっていい、いいよ6時台に、うん、あの5時台面白いことやる時間じゃなくて、あそこは収録する時間なんだね、うん、さあ、出ましたね、空ボタンの方も出ております。さあ、それではあの曲なんて曲なの、あれがあのダークフォレストってやつなの、あ、そうなんだ
それでは終了しますよ。5秒前。ね、バージョン2とかいくつかあるの、ダークフォレストって。1と2があるの。そうなんだ。それではいきます。5秒前。4、3、2、1、終了です。ティーン。いや俺ほんとそうだね、フジテレビさんと NHK に謝罪に回らないといけないね。はい、さあそれでは、集計していきます。まずは、ニコ生の方から参りましょう。ドン、ニコ生ドン、中継ドン。ああもう圧倒的ですね、ダークフォレスト1位です。はい、それでは、それでは参りましょう。空ボタンの方もどうぞ。圧倒的ですもんな、もう。はい、これも圧倒的ですね。さあそれでは今週大賞に輝きました、鈴木リナッチ、見ていきましょうか。大丈夫ですか。はい、それでは大賞をご覧ください、どうぞ。あーもうそう、入りは穏やか、入りは穏やか、入りは穏やか、そう、入りはね緩やかですね。バージョン1の方が好き。バージョン1の方が好き。バージョン1、じゃあバージョン1でお天気のことかお伝えしていきたいと思います。ではここからアイコンでお天気見ていきましょう。青木の声が聞こえるよ。全国の天気をお伝えします。今日は広い範囲で雨具が活躍します。まずは西日本です。怖え怖え。すげえ、朝始まっちゃったよ、なんか日が昇り始めたのこれ。喋ろう喋ろうぜ、頑張れリナッチ、頑張れ。負けるなリナッチ、頑張れリナッチ。あ、リナッチ天に召されるリナッチ、戻っておいで。どこにいたのリナッチ。ダメだ。あリナッチ、あちょっとちょっとちょっと、はい、もう泣いております。すっごいスタッフさんが笑ってるんですよ。もうすっごい笑っててもうってなりました。でも大丈夫です、大丈夫です。いきます。はい、はい、ではアイコン見ていきましょう。全国の天気をお伝えします。今日は広い範囲で雨具が活躍します。はい、ということで、これ毎朝やってるんですかね。毎朝やってるんだ。毎朝やってるんですって。皆さん朝5時にこんなことを、はい、楽しんでくださいね。はい、なんかあれですね、また新しい、この間な、この間ね、北北西でね、なんかいいイベントができそうだなって言ってた。今度はなんかみんなで合唱隊かなやんなきゃいけないですね。それでリナッチに天気を読んでもらうイベントでサポーターみんなで、っていうね、そういうイベントですね。合唱隊を作らないといけないですね。もう年末にはあれですよ、なんかこう白いやつを着てドリフみたいな感じでみんなでって言ってなきゃいけないっていうね。いやいいですね。聖歌隊、聖歌隊ですね。聖歌隊の名前今度決めましょうね。聖歌隊。なんかいろんな隊が出てきたな。手拍子隊から始まってね。
聖歌隊だよみんなの来る時に白いシャツと黒いズボンで来てくださいって言ってね、はい、で僕らで帽子こう白い帽子だけ作りますんで、はい、もう来た人はその白いベレー帽がもらえるっていうそういうイベントをねやりますんで、いよいよ宗教じみできましたねもうなんかだんだんミサみたいな方向に来て、そのうちみんなこういうのなんか目だけ開いてるやつこういうのかぶらされるかもしれないですねそのうちね、はい、さあということで、本日も2時間ちょっとお付き合いありがとうございました。いやちょっと思いのほかちょっとオーバーしてしまって申し訳なかったですね。はい、引き続き名場面は名場面アットマークソラビ 24.com というメールアドレスとツイッターの方でハッシュタグ名場面名場面こちらの方で募集しております。はい、よろしくお願いします。はい、いや今日も多かったし面白かったねいやもうこういうね面白い番組をやってくれるスタッフとキャスターに本当に拍手です。もういつもありがとう。後で説教はしておきます、はい個別にしておきます、はい、ご安心ください。さあではもうねピーリックとかもねいろいろ考えてたんですけど、もう時間が時間なんでね、今日はもうお腹いっぱいです。これ以上やると胸焼けしちゃうんでね、今日はこの辺にしておきましょう。はい、パンの話はねまた28日って言ってたかな、はい、明日か。そうですね、日付的には明日ですね。はい、なんかツイッターかなんかにね送ろうと思います。ハッシュタグ何で送ればいいんだい。柳さんのパン屋ハッシュタグがあるんですか。じゃあちょっとこれから調べておきたいと思います。さあそれでは今週1週間も、まあ、花粉に気をつけながら、あとね寒暖差もありますんでね、風邪をひかないように元気で参りましょうということで、最後は AAO で締めたいと思います。今週も頑張っていきましょう。 AAO おやすみなさい。こんばんは。2月26日日曜日、ソライブモーニングを担当いたしました鈴木里奈です。皆さん今日も3時間ありがとうございました。今日モーニングの間は晴れているところが多かったですけれども、日本海側では雪や雨の降りやすい空となっていました。太平洋側中心に日差しが届くということでしたが、皆さんお出かけはされましたか。日曜日なので、ちょっと早めに帰ろうかななんていう方もいらっしゃったと思うんですけれども、帰ってからは金環日食見れましたか番組の中でも皆さんにお伝えしていきましたが、日本で見れるのはあと13年後ということで、なかなか見られない機会なので、見られた方はすごいラッキーというか珍しいものを見れたのではないかなと思いますそして今日もいろいろなコーナーをやっていきましたが、私が一番印象に残っているのは朝ナッシュのコーナーですいつもキーワードを打って、そのキーワードに引っかかった曲、ヒットした曲を、BGM にして、音楽お天気をそれで BGM にしてお伝えするっていうことなんですが、先日ミュージカルを見に行ったので、一つ目のキーワードはミュージカルにして、でビッグウィッシュっていうミュージカルを見に行ったので、二つ目のキーワードを魚にしたら、ダークフォレストっていうBGM になったんですね。しかもバージョン2
ということで、その音楽が結構暗い、やっぱり名前の通り暗い音楽で、ちょっと皆さんも、ね、印象に残ったとは思うんですけれども、スタッフさんがバージョン1も探し出してきてくれて、そのバージョン1を聞いたらまたなんか変わったダークフォレストで、それがちょっとこうツボに入ってしまいましたね。いやちょっと大変でしたけれども、ごめん皆さん今日はお腹痛いっていうコメントもいただいていて、私もちょっと笑いすぎて明日筋肉痛になってそうです。もう皆さん今日も楽しい時間、コメントをいただきありがとうございました。そして、この先はまだまだ、春の陽気はなさそうですね。気温のアップダウンの、大きくなるのは少し和らいでいきそうですけれども、こう一気に春の陽気というのはまだまだなさそうです。まだ朝も寒いですし、引き続き寒さ対策しっかりとしてお過ごしください。まだ体調崩さないように注意が必要となってきます。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。こんばんは。2月26日日曜日、サライブサンシャインを担当しました角田直子です。今日は日曜日ということで、東京マラソンもありましたし、お出かけされた方も多かったかと思います。幕張今しっかり日差し届いてますね。日差しが暑く感じるくらいの体感ですが、その後はアイコンも晴れのち曇りとなっていたということで、ひんやりと寒く感じている方も多いかもしれませんね。この寒暖差も2月っぽいのですが、今日のサンシャインリポート、2月っぽさを感じるものはということで皆さんにお伺いしていきました。いろいろありましたけど、梅人気でしたね。やっぱり梅、まだまだ寒い体感の中で元気に咲いているのを見ると、春の近づいていることを感じますし、2月といった感じですよね。あと花粉症も比較的多かったですかね。そろそろムズムズしている方も多いかと思います。体感や日の長さといったことも2月っぽいもので来てましたね。日も随分長くなりましたし、太陽の光がなんだかすごく2月に入って私は眩しく感じますね。やはり2月は光の春ということで、光で感じているというお声もたくさんいただいてました。今日もサンシャインリポートたくさんいただき、皆さんありがとうございました。さあ、そして今日も新コーナーやっていきましたが、お天気スタディは日曜日ですが開催しましたね。日曜日も皆さん頭使っていただけたかと思います。今日は虹色現象ですね。虹色現象、光の粒でできるか丸か×かという、あ、問題でしたが、正解は氷の粒ということで×でしたね。光の粒って今言って、あ、光の粒って言っちゃった。ハローは水の粒でできるかどうか、丸か×かという問題でした。失礼しました。本当は氷の粒です。ぜひ見てない方は見ていただいて、あと昨日の2月25日のムーンも、ムーンの中で虹色現象について詳しく解説しておりましたので、そちらも合わせて見ていただければと思います。そしてもう一つ新コーナー、今日の天気で何食べる。昨日土曜日日曜日ということで、サンドイッチ食べたいですねってなったんですよね。今日も昨日も日差しが太平洋側中心にしっかり届いていて、ピクニックもできるような日中は体感になったところも多いかと思います。サンドイッチ早速届いてました。卵サンドと、あとハムとチーズのホットサンドということで、2種類作っていただいていて、夜にサンドイッチというお声もあったんですけど、あ、これなら夜行けそうだなと皆さん、ね、言っていただいてましたね。やはりハムとチーズということで、結構ボリュームがあったのがいいかもしれません。この先も今日の天気で何食べるということで、その日の天気や季節や気分、皆さんと私の気分で、ね、食材やこのテーマとなる料理ですね、選んで皆さんに献立リポート送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そしてお天気、明日以降のものも確認していきましたが、明日以降
ですね、お天気3月に入るとすっきりしないお天気のところ多くなりそうです。雨や雪が強まる日もありそうですので、最新の情報これからもしっかりとチェックするようにしてください。それでは皆さん、明日は月曜日ですね。頑張っていきましょう。おやすみなさい。こんばんは。2月26日日曜日のソライブコーヒータイム、担当しました高山奈々です。はい、改編後初のコーヒータイムということで、ちょっとこうどうなるのかなという緊張はあったんですけど、いつも通り皆さんが温かくコメントで迎えていただけるので、もう何の心配もなかったですね。ちょっと私自身も楽しませていただいた、そんな3時間でした。また天気の方もだんだんとちょっとずつではありますけど、雲が広がってきているところもありましたし、まあ、今はこのように当たってますね。千葉幕張も日差し届いているのですが、この後にわか雨が心配ということなので、まだ空を皆さんと一緒に、ね、追っていきたいなと思います。日差しが当たってるとすごい暖かいです。このままお昼寝したいくらいとてもポカポカ陽気となっています。あ、東京マラソンもありましたね。ランナーの皆さんお疲れ様でした。皆さん無事に完走できたでしょうか。はい、そしてね、いろんなコーナーもいろんな新しいコーナーもありましたが、徐々にいろんな番組でも私慣れていきたいなと思っております。そしてなんといってもやっぱり最後ですよね。今日の予報センターの担当が村上さんだったんです。で、アップデートの時にずっとこうニコニコ生放送のコメントが動いてたんですよ。川村さんとか、なんだろう、もっと全然いっぱいいろんな名前が出てきて、何が本当、何が本当だっけってすごい惑わされていて、よしアップデート乗り切ったぞと思ったんです。そしたらおしまいにフレッシュからいただいたコメントを村上さんにこう伝えようと思って伝えたら、まさかのそこで村上さんで、ね、上村さんって私言っちゃったんですね。すごい小さい声で言ったのに拾われてしまいまして、でやってしまった感があって、もう笑いながら終了となりましたが、今後間違いないように気をつけたいと思います。はい、でね、ちょっと最後はとても楽しくじゃないな失礼な感じで終わってしまいましたが、今後気をつけていきたいと思います。はい、それでは皆さん、この後も素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。皆さんこんばんは。ソライブアフタヌーン担当しました藤岡あかねです。ありがとうございました。今日は改編後初アフタヌーンってことで、まあ、いろんな初めてがあったんですけれども、まあ、でもやっぱり一番楽しいなと思ったのはキャスリボじゃないキャスリボももちろん楽しいんですよ。キャスリボ楽しいんですけど、新しいコーナーとして楽しいと思ったのはキャス9時あれいいですね。私練習ではサバンナさんが出たんですけど、本番は大吉が出ました。明日はいい一日になりそうですいや、その後のこのハッシュタグで送っていただけるところもまた楽しかったですね。皆さんがどういったの出たのかなっていうところと、皆さんのこの感想も見ながら合わせて見てると、ちょっとくすってね笑っちゃう感がありましたが、まあ、あの担当するキャスターもそれぞれこう毎日変わっていきますので、ぜひ皆さんですね、あの時間何時ぐらいだったかな、16時半ぐらいですかね、はい、ぜひぜひ画面の前に座っていただいて明日の運勢占ってみてください、まあ、そして、まあ、天気的にも今日は、まあ、あのリポート見ていても気持ちいい報告多かったですね。晴れの空だったり、あとは、虹色現象の報告も多くいただいていました。皆さん空見上げていただけましたでしょうか。
明日も天気的には日差しもしっかり届いて穏やかな空になるところ多そうです。日差ししっかりと活用していきましょう。じゃあ明日は番組は朝になりましてサンシャイン担当します、ですので朝にお会いしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。こんばんは。2月26日日曜日のソライブイブニングをお送りしました。ありがとうございました。まずは金環日食特番、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は金環日食特番の関係でソライブイブニング、17時から4時間ですね、予報フィードバックまで、お届けしていきました。ご参加ありがとうございました。今日はまず金環日食ということで、イブニング中はこの金環日食に関するクイズを3問やっていきましたけれども、一問間違えちゃったんだよな今日はですね、チリ共和国の中池ではなく小蛇池から中継ということで、まあ、それは結構正解された方が多かったんですけれども、今回は金環日食であって皆既日食ではないので、あのダイヤモンドリングというのはできないんですよね。そこでちょっと私は間違えてしまったんですけれども、ご参加いただいた皆さんもですね、あの詳しい方もたくさんいらっしゃって、また私も一つ勉強になりました、中継も本番もですね、あの楽しんでいただけていたらいいなと思います。クイズまたイブニングではやる機会もあると思いますので、ぜひまた丸バツクイズご参加いただけると嬉しいです。そして今日はあのサウンドオブヒーリングっていうコーナー、私は実際に自分の時にやったのは初めてだったんですけれども、あの波の音の感じがねすごく良かったですね。あのちょっと成長してきたなっていう、このコーナー成長してきたなっていうコメントが来てて、一人でちょっとニヤニヤしてたんですけれどもこれからますます成長していくと思うので、ぜひ見守っていただければと思います。イブニングということでお天気ももちろんしっかり確認していきましたが、明日はですね、雨のアイコンがなくてもちょっと雨の降りやすい天気となるところもありそうです、静岡ですとか甲府ですとか、あとは朝の早い時間でちょっとパラッと降る可能性があるというところが西日本の日本海側ではありそうなので、お出かけの際は十分気をつけていただきたいと思います。皆さん今日もご参加ありがとうございました。また新たな1週間頑張っていきましょう。それではおやすみなさい。